このイベント開催してるということなので初参戦ですけどトルちゃんと言ってきたいと思います。はい、トルちゃん、こちらチケット売り場です。ワンニャンドーム当日は2000円ですね。ママたちは前売りを購入しました。こんな感じ、名古屋ドーム。もう早速たくさんの人が並んでますね。早く行かないと、トルちゃん。はい、ただいまオープンの10時前でございます。レッツゴー。はい、トルちゃん、ついに入り口までやってきましたよ。入り口は2階の上、ここと下があるみたいですね。なんか上の方が早いっていう噂がありましたので上から行ってます。父ちゃんもドキドキワクワク。こんな感じです。それからそれからトルテチャンネル。はい、入ってきました。第20回のワンニャンドーム。すごい、こんな感じで世界から早速眺めてきました。じゃーん、トルちゃん登場。はい、楽しそうですよね。いろんなブースがありそうなのでちょっと行ってみたいと思います。はい、来ました、ワンニャンドーム。すごい、早速ワンニャンフォトコンテストがあった。すごい、タレントのベッキーさんがデザインしたチャリティー T シャツ&トークショーかなのチケット売り場になっております。2時から始まるんだって。あんな感じの T シャツですね。パパが急に抽選会始まりました。誰でも参加無料抽選会、オープンハウスのやつかな。はい、こちらキムタクさんが CMC のオープンハウスさんです。こんな感じでアンケートに答えると抽選に参加できるそうです。ママ入浴剤当たりました。トルちゃん、すごい、めっちゃかわいい。ステージで急に始まってました。すごい、トルちゃんあんなんできる、すごいね。それからそれからトルテチャンネル。はい、トルちゃん、早速こちらドッグランがありました。1頭500円30分だって。すごいね、もうすでに大きいワンちゃんが遊んでおります。こんな感じ。すごい、これ面白いですね。お散歩コーナーだって。ワンちゃんが多分選べて一緒にお散歩することができるみたいですね。トイプードルちゃんが本日お休みでございます。お散歩コーナー面白いね。いいね、トルちゃんいっぱいワンちゃんいる。触れ合いコーナーみたいです。すごいね、たくさんのワンちゃんがいますね。はい、こちらワンニャンドーム、いろんなブースがあるんですけど、まずはじめにこんな感じで、はい、マップをいただきました。ワンニャンドームマップ、すごいですね。こんないっぱいあります。すごいですね。どれから行ったらいいのか悩みますよ、トルちゃん。ねえ、
まずはじめになんか来場者プレゼントがもらえる列に並んでおります。はい、トルちゃん並びました。来場者特典プレゼントコーナー。わー、何もらえるんだろう。トルもらいました。こんな感じ。わー、なんだろう、すごい。あ、ありがとうございます。フードももらえました。ちくわ、すごい。ちくわももらいました。面白い。トルもらったよ、ちくわ。ワンちゃん用のちくわとかあるんですね。面白いですね。チャンネル登録。ワンワン動物園だって。面白い。受付健康診断をしようと思います。トルちゃん、はい、トルテです。はい、トルちゃん今から健康チェックしますよ。体重とか心拍とか呼吸とかいろいろ見てもらえるみたいですね。うん、楽しみですね。ドキ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 。はい、体重を測るトルテです。うん、どうでしたですか。3.85、まあ、だいたい 3.8 ですね、いつも。心拍を測ります。トルちゃん測れるかな。トルちゃん、うん、呼吸を測ります。トルちゃん、はい、ちょっと心拍はドキドキで多めでしたね。呼吸はどうでしょうか。ふんふん言ってます。大丈夫ですか。息荒くないですか。大丈夫ですか。ありがとうございます。なんか、はい、あのちょうど標準なのでちょっと大丈夫だと思います。 BCS が、そうですね、はいはいはい、このままご飯もちょうどいい具合だと思うので続けてもらえれば大丈夫です。はいはいはい、ありがとうございます。はい、すごいの見つけました。巨大ガチャガチャとハンガーゲームです。すごいよトルちゃん。なんとトルちゃんが蹴るんじゃなくてパパとかママが蹴って、あの専用のキーパーワンちゃんが止めるらしいんですよね。面白いゲームがあるね、トル。イエーイ。はーい、イエーイ。ママ1ゴール決めれたのでこちらエコバッグゲットしました。イエーイ、めっちゃ面白いですねこのゲーム。それからそれからトルテチャンネル。こんにちは。はい、視聴者さんにお声掛けいただきました。お名前はなんて言うんですか。ショウちゃんは見てくれた。 YouTube 見てくださってるんですかね。ありがとうございます。ショウちゃんは女の子、男の子です。かわいいね、毛がふわふわだね。これトルテチャンネルのママが作ったカフェマットの動画を見て作ってくださったそうです。めっちゃ同じぐらいのサイズじゃん。ただ全くそのまますごい、材料は全然100均じゃないですね。かわいい。すごい。あ、でもこれ一緒のやつ使ってくれてる。わあ、めっちゃ嬉しい。感動した。めっちゃ動画上げてよかったね。ヘッドベスト、はい、犬をダメにするクッションだって。めっちゃかわいい。なん
なんかお兄さんがキルビーズクッション着てる。これうちの会社の商品なんで。あ、そうなんですか。テレビで見ました。テレビ見ました。めっちゃ売れてるんですよね。2000個ぐらい注文、ね。すごい。びっくりです。絶対売れないと思って。面白い。ありがとうございます。これがここに入ってるとかではないんですよね。ビーズ一緒です。あ、一緒なんだ。面白い。お兄さん、イエーイ。ハナロルのペットクッション。わー、トルちゃん、イエーイ。試着させてもらいました。イエーイ。なんか足浮いてるで。それからそれから、トルテチャンネル。トルちゃん、めっちゃいい匂いしてきたと思ったら見て、こんなところでキッチンカーではなくフードコートみたいなのがありますよ。すごいね。広島のお好み焼きの匂いがめっちゃするよ。トル、ペロペロ、いい匂いだわ。そして横にはこんな感じで、うわお、キャンピングカーとかがめっちゃ並んでますね。キャンピングカー前トルテです。トルちゃん、すごいよね。見て、こんな感じで、なんかこんなすごいね。わー、楽しんでる。すごいね。なんか住めそうだよね、めっちゃね、トル。じゃーん、こちら触れ合いコーナープラス500円を入場料で、なんかね、爬虫類とか小動物とか触れるみたいですね。こちら前も購入させてもらった、はい、ビガフォンテーヌさんのやつです。はい、今回も犬も芝公園とビラージュ伊豆高原両方ありました。前の時よりちょっとね、お値段が上がってるみたいで、どうしようかな、トル。前すごい良かったもんね。今回もこちらのエコバッグをいただきましたよ。じゃあ見てください、こんな300円とかすごい安い。お洋服も売ってました。ワンちゃんのルームウェア200円。サイズがあったら買いですよね。中にもね、かわいいね、おもちゃ売ってたよ。じゃーん、いちごちゃん、かわいいでしょ。かわいい、これピュッと鳴るから、わー、楽しそう。よかったね。これ100円でした。チャンネル登録。おもちゃん、これ缶詰だって。鹿ですか。水煮です。あ、水煮。わー、すごい。水煮の鹿さんだったらめっちゃ食べました。すごいね。わあ、この容器がちょっと食べづらかったみたい。うん、おいしい。わあ、ベロッと食べました。やっぱ普通に生肉に近い方が好きだね、トルちゃん。はい、トルちゃんが今食べたのはこちら、北海道の無添加鹿肉だそうです。めっちゃね、イベントではあんま食べないけど食べたね。よかったね。はーい、こちらら辺にはですね、ブリーダーブースといって、なんかワンちゃんの犬種ごとにいろいろなんか紹介があります。ここはボルゾイブースで、なんかね、向こうもいっぱいジャーってあるんですよ。ボーダーコリーとか結構大きめのワンちゃんがメインでいっぱいね、紹介されてますね。はい、そして前にはすごい100円とかから買えるおやつとか売ってたり、面白いですよ、この辺。いやー、登場。なんか、YouTuber の熱海健太郎くん、今日もいい日野さんです。イエーイ、早速会えた。私もそこ探してた。持ってきてない。見てください、名古屋の小倉トーストラングドシャ、これめっちゃ美味しいですよね。はい、食べたことあります。やった、アトムクラック、ありがとう。はい、アトムくん、ウランくんです。今日もいい日だっていう YouTube や
って、こんにちは。みんちゃん、女の子ですね。女の子です。あ、ぷーちゃんのお友達だって。わー。なんかほっぺたピンクでどうしたんですか？お化粧？あーかわいい、すごいね。はーい、じゃあちょっと休憩しに行こうか。ご飯食べに行こうかな、トルちゃん。はい、じゃあ今日の動画が参考になったよという方はコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。トルちゃん楽しんでます。じゃあ次回後編。